アロハー YouTube。 スティッチのキーホルダー、同じものを3つ買いました。マルゲン店長の朝岡です。はい、今日はですね、今うちにある、ジクラ専門店マルゲンのですね、在庫車 G500 ロングの、ご紹介の、いよいよ最終章となります。はい、今日は実際に、エンジンをかけてみたりとかですねしていますので、ぜひ、かぶりついてこのマルゲンチャンネルをご覧いただけたらと思いますので、はい、ぜひご覧ください。それでは VTR スタート。はい、では続いてですね、エンジンの方をかけていきたいと思います。はい、はい、エンジンもですね、もちろん一発始動して、異音とかもなく元気に、一発で動いてくれます。はい、でこちらですね、走行距離56,600km。はい、もちろん、実走行です。はい、正規ディーラー車ですね、柳瀬物の正規ディーラー車となってます。はい、で、こちらがナビですね。はい、こんな感じで出てきます。はい、でバックカメラもついてますので、ギアをバックに入れるとこういう感じで後ろの映像も見れますので、駐車の時便利です。はい、でハードディスクのナビなんで、音楽録音も機能とかもついてますんでね。はい、テレビもフルセグテレビ、はい、映ります。はい、はい、ではちょっとエンジンルームもちょっと見ていきますね。はい、ここでゲレンデはボネットを開けます。はい、こちらが、G500 の、V8 エンジンですね。エンジンルームも綺麗ですね。はい、でもちろんですね、納車の前にですね、こちら法定点検と言われる、記録簿が出るようなしっかりとした点検をまず行いまして、そこでですね、交換した方がいい、部品っていうのは全て交換させていただいております。エンジンオイルはもちろんですね、その他各種オイル類、あとバッテリー、消耗品の中でですね、トップ3に入る、高額な消耗品のですね、バッテリーももちろん、交換させていただきますし、その他ですね、必要であれば悪いところっていうのは全て整備してからご納車させていただきますので、買われた方がですね、向こう1年の間でですね、消耗品関係で何か交換しないといけないっていうようなことがないような、そこまで考えて、しっかりとした整備の方を行ってですね、安心して G クラスに乗っていただけるように、マルゲンではですね行っておりますので、はい、ぜひご安心してください。はい、でタイヤ溝も並ぶ山残ってますので、まだまだ当分変えなくても大丈夫な状態です。はい、こんな感じですね。はい、はい、今回、ご紹介させていただきましたこちらの、平成19年式G500 ロング、お色はカルサイトホワイト、走行距離がなんと56,600km というですね、この年式では、ありえない低走行のですね、一品となっております。外装内装ともに程度が抜群にいいです。はい、
この年式の G500 をお探しの方には間違いなくおすすめできる、1台となっております。はい、完全にですね、G500 の最終形に、カスタムしております。こちらの G500 お値段の方を発表していきます。車両本体価格448万円となっております。ぜひ、ご検討をしていただければと思います。はい、で、今ですね、うち、G クラス専門店マルゲンの方でですね、新たな、商品サービスを、始めました。はい、それもですね、こちらのうちのですね G クラスレンタカーを始めます。はい、なので、ナンバーが1ナンバーになっております。で、まあこれもですね、始めた理由としてはですね、まず G クラスを乗って見ていただきたいと思います。はい、でまあどうしても G クラスって資産価値が高い車になるので、やっぱりお値段の方もどうしてもそれなりにしてしまいます。なのでまずですね、 G クラスに乗っていただいて G クラスの良さを、分かっていただいてですね、で購入の方、購入までしたいなっていうふうに思っていただいたら、G クラスを購入していただければいいと思いますので、まずですね、G クラス知っていただくきっかけ、そんな風に、したいなと思って、レンタカーの方をスタートしました。はい、でレンタカーの方ですね、6時間からのご利用、金額設定ありますので、ぜひご興味ある方は、お問い合わせいただければと思います。保険もちゃんと入ってますんで、万が一の時はご安心していただければと思います。はい、こんな感じで、こちらの、G500 ロングの、在庫紹介を、させてもらいました。はい、以上です。はい、いかがでしたでしょうか。おとついからですね、3日間にわたりこちらの G500 の、ご紹介をしてまいりました。程度の良さ、状態の良さっていうのは存分に伝わりいただけましたでしょうか。はい、まあ、あとはですね、もう実際現車を見に来ていただいて試乗もできますので、ぜひ乗ってもらってですね、で気に入ってもらったら買ってもらえたら、いいなと思います。はい、でまた詳細情報はですね、グーネットの方に G クラス専門店マルゲンで、検索していただけると、詳細情報見れますので、ぜひ、ご覧いただいて、まあ、何かちょっとでもわからないこととか気になることあれば、もう全然このコメント欄、 YouTube のコメント欄からでも受け付けておりますし、グーネットで問い合わせいただいても大丈夫ですし、何でも聞いてください。はい、そうですね。でまた引き続きですね、またマルゲンチャンネルの方のですね、チャンネル登録を、また皆様にお願いしていきたいと思いますので、ぜひ、まだの方ですね、チャンネル登録を、していただけますようお願いいたします。はい、では今日は、ここまでです。はい、それではマハロー。